リンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、今日はですねうちのシェフィーさんがなかなかに優秀なところをね見していこうかなと思って動画を回してみました。多分ね今お腹が空いてるはずなのでやってくれるはず。はい、ということでねそちら本題入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録高評価そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますのでよかったらそちらの方のフォローお願いいたします。はい、ということで本題のねこう入っていきましょう。そう、今新しいケージに変わってから、実はまだね、それをやってないんですけど、多分できるはず。前のケージではできたので、いけるはず。ただ寝てるんだよな。ということでね、シェフィーさんに、実際やっていきましょう。シェフィーさん、シェフィー、あ、気づいたね、メイさん、目を開けたね。シェフィー、シェフィー。今そんな気分じゃないもしかして。シェフィー、あれ気分じゃなさそう。君気分じゃないね。今お腹空いてないもしかして。お腹空いてないから認識はしてるけど来ないね。シェフィーおいで、いいよおいで、シェフィーほらおいで、ご飯よ。認識はしてるけどちょっとそんな気分じゃなさそう。ほらシェフィー、いいよおいで、あ来た。はい、どうぞ。今日なんかニブチンだったね。途中までめんどくさそうだったね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ということでね、うちの子は、こうやってね、お皿を見せると出てきますっていう動画でございます。はい、まあ多分なんですけど、このお皿っても色を認識してるかどうかがわかんないんだよね。色なのか形なのか。ただこの皿を見せると絶対反応してくれるんですよ。あんな感じで。まあちょいちょいね、認識まで時間がかかったりというか、なんだろうな。さっきみたいにめんどくさそうにはするんですけど、若干ね。はい。でもそのめんどくさそうっていうのが少しあるぐらいで、基本的にはこうやってね、食べます。で、なんだろう、ちゃんと待って食べますね。ここにね、こうやってご飯入れがあって、なんですけれども、こっちから直で行くことはもうなくなりましたね。最初はまあ直で行ってたりしましたけど、直で行くのはもうなくなって、ちゃんとあのお皿から食べるようになりました。で、お皿に置いてあげるとね、それをちゃんとパクッと食べるって感じですね。うちのサバンナモニターは。なんか、あとですね、これは親バカの可能性があるんですけれども、最近シェフィーと、シェフィーさんって呼ぶとですね、もう来るんですよね、自分で。まあ、気分にもよりますけど、気分がいいとシェフィーと呼ぶと、何がなくとも来てくれますね。あの子はね、口の周りがすごい気になる、ちょっと、子なのでね、ちょいちょいやって口の周りを拭きます。そしてもう飽きた。え、もう飽きた、珍しいね。シェフィー、いらない、これ。あ、飽きたんだね。お皿に置いても来ないんで飽きましたね。そんなにお腹空いてないの君、こないだいっぱい食べたから飽きたみたい。後ずさりして帰っていっていい。シェフィーあるよ、ほら。はい、シェフィー。ああ、全然、欲しがらない。いらない？ほら。ああ、全然欲しがらない。飽きたみたい。
飽きたね、もういいわってなって後ずさりして自分の定位置に戻りましたね。あそこが好きみたいで、あそこあれなんですよ、パネルヒーターがあるのもそうなんですけど、ちょっとこうなんだろう、ライトがね当たらない位置というか、ちょっと薄暗くなるようにハンモックの下でなってるので、まああそこに潜って寝ますね。飽きたんだねもうなんか分かりやすくていいことでございますけれども、さっきもそんなにお腹空いてなかったからだね。あのこれ見せても見てるんですよ、すごいこのお皿をね。でしかもさっきちらっと皿用意して、あの今これ扉ね、このこれ開けてますけども、開ける前にね皿見せたタイミングでも見てはいたんですよ。でも全然来ねえなっていう風に思ってはいたんですけど、理由はこれですね、この余し具合なので。小腹は空いてたけどそこまでじゃねえみたいな感じですね。うん、理由がわかると面白いね。でうちの子はこんな感じでね、あのお皿を認識してご飯を食べに行きます。こんな感じで余った分は指輪のね中のところのご飯として入れておきましょう。指輪が食べてくれるでしょう、まあ、全部食べるとは限らないけれども、はい、そんな感じでございます。はい、というところでね、うちのシェフィーさんはこうやってお皿を見せてあげるときます。まあ爬虫類ってね懐かないと言われがちではあるんですけれども、私的には犬っぽいんですよね、最近こうやって戯れていると。で、まあ犬と猫のハイブリッドかな、なんか気分屋な部分っていうのはちょっと猫っぽいし、こうなんだろう、すり寄ってくる感じは犬っぽいしっていう部分があって、だから犬と猫のハイブリッド感がすごくあるなって私は思っていて、これもまあ人によってはただこの皿をね覚えただけなんじゃないのって、これで餌あげてるからあの来てくれるんじゃないのとか、まあ言われる方もいるとは思うんですけれども、ただそれを覚えているっていうだけでもかなりの知能があると思うんですよね。うん、まあ例えばその合図っていうのを覚えているっていうのもあるのかもしれないんですけれども、もうこうやってねすり寄ってくる、そして飽きたら自分で帰るっていうところはね、なんか犬や猫のような感じがして、意思の疎通は取れてるなと私は感じております。まああの世の中的にはね、まあトカゲちゃんやヘビちゃんっていうのはねコミュニケーションあんまり取らなくてもね、あの放置、まあハンドリングはね多少するとは思いますけど、人慣れさせるぐらいで、それ以上のなんか懐くっていう概念はないなって言われてはいますけれども、なんか私もねなんか懐いてる気がするんですよね。これは多分これは飼育をして毎日のように私がコミュニケーションを取ってっていうところで、彼女のねシェフィーさんのねなんだろうな、気まぐれっていうのもありますけれども、こう今ねちょっと近くで撮りましょうか。こうやってね近づいていって、こうやってやっても一瞬は怒んないんですよ。で目が合うんですよね、私と、私の方めっちゃ見てるんですよこれえ、何っていう顔してるんですよね、今。で、こうやって頭撫でても、あ、今機嫌悪いね。でも、シューってちょっと怒る程度なんですよね。で、例えばテールアタックをしてくるかと言われたら、テールアタックも全然しなくて。ほんと小腹空いてただけっぽいね。小腹空いてお腹いっぱいなんで、ここでお腹温めてるんでしょうね。今はもう怒ってないから、さっきの触り方がなんか嫌だったんだね。こんな感じで。あと指先は触ると怒ります。こうやって触ろうとすると、何って顔します。ほら。触んないでっていう顔されますね。でもこの頭のこの辺とかはね、触っても怒んないんですよ。この間食った分がまだ消化終わってないんだね。なんかお腹プニってしてるもんね。うん、ほんとなんか犬や猫のような感じ。もうほんと噛みついてきたりもなくなりましたから、あまり嫌なことするとね、口ガーって上げたりしますけど、ちょっと触ったぐらいだったら、指を噛まれるようなことは今のところないですね。まあ過信してるとね、急にふと噛まれることはあるでしょうけれども、まあ過信をすることはないですね。首元というか口元は危ないの分かってるんで、はい、そん
な感じですね。ほんと犬や猫のような感じ。まあ犬や猫だってね、過信してると噛まれるときは噛まれますからね。噛む子もいますから、その辺はトカゲだろうが犬だろうが猫だろうが変わらないって私は思っております。ほんとね、この餌皿見せると来るっていうのはもう、ただお腹いっぱいだから餌皿見せても来ないんだよね。ほら見向きもしないもん、とうとう。ちょっと今見ててほしいんだけど、迷惑そうな顔するからね。ほら、こう今ね餌皿をこうやって振ってますけれども、めっちゃ餌皿は見てるんだよ。でもちょっと不服そうなんです。もういらねえっつってんだろうっていう顔してるんですね。そんなにフリフリされたってっていう顔しながらこっちを見てます。そんなに不服かお前。すごく不服な顔してこっち見てますね。あ、もう見るのもやめました、こっちを。もうこっち見てないですね、あれね。あ、もう寝るわ。はい、っていう感じでね、うちのサバンナ文字はこんな感じでね、戯れて、まあ、懐いていると私は思っております、シェフィーさんは。はい、そんな感じの動画でした。あ、もうほんと、なんか犬っぽいね。まあ、多分日々の関わり方とかね、接し方っていうところでこうなってくれたんじゃないかなと私は思っております。なので、まあ、これからもそんな感じで関わっていって、特になんかストレスを与えているとかそういう状況ではないので、はい、そんな感じでやっていこうかなと思います。もう安心して寝るね、あれね。安心しきってね、生活してくれてるっていうのが多分一番私的には嬉しい限りです。はい、そんな感じでね、これからもやっていきたいと思います。ということでね、本日はこんな感じ。シェフィーさんはね、犬みたいっていう動画でございました。はい、もしよろしければ、こちらチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方ね、フォローお願いいたします。また過去にもね、たくさん動画は上がっておりますが、もしよろしければね、そちらの方も時間あれば見てください。ただ、今上げてる動画、最新のものを見ていただけると、なんとなく、この、リント系にいる動物たちがどんな感じかっていうのを分かるような動画の撮り方にはしてますので、最新の動画を見てくださるっていう形でも良いかなと思っております。なので、よかったらね、毎週、日、月、木と、今動画上げておりますので、よかったらそちらの方の動画、そして金曜日にはね、毎週生放送やっておりますので、よかったらそちらの方の動画見てみてください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントとシェフィーさんでございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。